巨大アイドルグループ AKB48。 そこには何よりも固いある絆が存在する。それは同期の絆。同じオーディションで合格し苦楽を共にしてきた同期はかけがえのない仲間。果たして最も絆が強いのは何期生なのか。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。それでは選手入場。さあまず入場してまいりましたのは、同じ色は2つとない7色に輝く個性派チーム12期生です。さすが個性派ですね。鉢巻きの付き方もバラバラですからね。担任の先生が嫌われるタイプです。さあ続きまして、流した汗と涙はどこの組にも負けないど根性チーム13期生です。鉢巻きに必勝って書いてますから、もう気合十分ですね。そして新ユニット新チームに加入と破竹の勢い、ザ・アイドルチーム14期生です。リボンが可愛らしい、さすがアイドル。最後に満を持して登場してまいりましたのは、リアクションにひな壇何でも来い、バラエティの酸いも甘いも噛み分けた先輩メンバーによりますバラエティオールスター選抜です。鉢巻きの色も渋い。以上4組が今回対戦いたします。それではまず選手宣誓です。14期岡田奈々君、前に。我々は今日だけは AKB と同じ仲間だということを忘れ、ただひたすら同期のために正々堂々全力で戦うことを誓います。選手代表岡田奈々。いや真面目か。いや真面目すぎる。いいよ、なんかあるのかなと思ったの。いや選手先生やから真面目だ。じゃあそんなん言うたら、じゃあ大家さん、えそんなに、そんなに後輩にそんな、なあ。では大谷先輩のお手本披露。たけしさん、ようそれで上がったね。4つのステージで戦う絆運動会、まず最初の競技は根性をつなげぶら下がりリレー。すごい高いでございますけど、さあそれじゃあすごいやな、ルール説明お願いします。はい、これから選手の皆さんにはどれだけ長くぶら下がっていられるかを競っていただきます。なお今回はリレー形式です。まず1人がぶら下がり、その選手が落ちたと審判に判定されましたら、次のメンバーの足元の台が抜けまして強制バトンタッチとなります。それを繰り返して4人目が先に落ちたチームが負けとなります。対戦カードはご覧の通り、勝ったチームにそれぞれ1ポイントを贈呈。まずは1回戦、根性だけは負けない、キャプテン茂木率いる13期 VS 真面目な岡田率いる14期。どうだ、初戦の相手が14期って後輩やけど。14期は後輩のくせに、うん、ちょっと勢いがありすぎるんですよね。特に誰が勢いあるの。岡田奈々ちゃんですかね。年齢も結構近い方で、なんでこう先輩の威厳も見せつけないといけないなと思って。どうですか岡田キャプテンの。絆のあるチームでございます。いやなんかね、岡田が喋ってる時ずっとなんか大家がニヤ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 しながらね。いやなんなん、茂木ちゃんがせっかく岡田ちゃんって言ってくれたのに何も言わないし。いやだからいいよ、真面目だな、真面目やなと思って。そう、14期生はファンから三重師と呼ばれる岡田、西野、小島をはじめ注目メンバーが集まっているのだ。一方13期はその多くのメンバーが研究生として2年近く下積みを積んだ努力家揃い。さらに先月結成されたチーム4は13期と14期が中心。先輩としてこれは絶対に負けられない戦いなのだ。ぶら下がり対決、その順番はご覧の通り。アンカーはキャプテン同士の対決。果たして勝つのは。ぶら下がりリレー、いよいよスタートです。さあ始まりました、仲間への思いと根性が試されますぶら下がりリレー。まずは13期愛笠と、そして14期内山の対決です。
両者ともに微動だにしない状況。内山がちょっと苦しくなってきたか、かなり持っている。あーっと表情が変わりました。相方まだ余裕やけどね。内山来てますね。内山、相方の顔見てみ、まだ余裕やぞ。相方の表情はあかなり余裕があります。足を上下に動かすようになってまいりました。内山頑張る。内山がちょっと苦しくなってきたか。内山はエアー自転車を漕いでいます。さあ内山大丈夫か。いや相方もここでだいぶしんどそうになりますよね。おっと内山、アイドルらしからぬ大股開きです。恥ずかしい、恥ずかしい格好で耐える耐える。さあ内山も相方も共にすごいおりません。すごい内山は、ああ内山落ちた。そして14キロ西野に帰りました。鉄棒が得意と言っているこの西野です。相笠すごいな。相笠すごいな。まだ相笠はまだ持っています。必勝の鉢巻きに恥じない根性、13期相笠。しかしおっと腕がちょっとピクピクしてきたか。相笠強い。すごいな相笠、根性あるね。あっと手の汗が滑り始めてきているのか。うっ、でも指にかかっている。指が上がった。そして大島亮太に変わりました。一方14キロの西野はまだ余裕の表情です。あーっと大島亮太、体を前後に動かし始めました。速いって大島、足を動かし始めた。動いたら疲れるよ。さあ、あーっと大島か、大島落ちた。大島これは早すぎる落下。13期14期逆転。さあ13期3人目。うわすごいね。岩立はなんと逆手に持っています。さあ西野が何やら奇妙な声を上げ始めました。すごい。さあ西野の身長が伸びてまいりました。西野ボディが伸びてる。足がつきそうです。かなり身長が伸びてまいりました。これで西野2人目、そして岩立は3人目。14キロ逆転していますが、今すごい西野すごいよ。逆転したよお前のおかげで。小島真子に変わりました。岩立も逆手のまま頑張っています。円周率は50桁ぐらい覚えているというこの岩立です。ただここでは全くそれは意味をなしません。いやこれ絆大事よ。13期必勝の鉢巻き、その鉢巻きの言葉通り、さあこの14期に勝ち岩立、岩立が落ちました。そしてアンカーの茂木にバトンが移りました。13期は茂木、そして14期は一方で3人目の小島です。小島は新体操の選手のようになっています、ね。さあ小島、ここはできるだけ粘ってアンカー岡田を楽にさせたいところ。しかし小島の指が耐えられるか、耐えられるのか。ああ今小島が落ちました。さあ4人目の岡田奈々、そして13期が茂木しのぶであります。さあ茂木は若干苦しそう。一方の岡田は実に真面目な表情です。さあ14期は勢いに乗っている。特に岡田奈々に対して対抗心があるというこの茂木。岡田がちらっと茂木を見やります。茂木も岡田を見やります。おっとこれは茂木の変顔攻撃。にらめっこじゃないからね。これはどうだ。しかし岡田全く答えてません。笑かそうとしてるやん。釣りともしていません。これは茂木がかなり恥ずかしいだけであります。さあ苦しくなってきたのは、先に苦しくなってきたのは茂木しのぶか、岡田。あっと体勢を入れ替えた。ちょっとしんどくなってきたかな茂木。体勢を入れ替えました。あら岡田も、さあ岡田奈々も、岡田もちょっとしんどくなってきたかな。両方の足がスーッと上がってきましたが、ちょっと顔に変化が、ちょっと、あっと岡田奈々も体勢を入れ替えました。体力だけの戦いではありません、精神力の戦いになりました。あっと岡田の指が伸びかかっている。根性見たよ。キャプテンの意地を見せなきゃいけないと思って。伝わった。岡田いかがですか。みんなすごい限界まですごい痛がってたし、なんか途中でちょっと見てるの辛くなったんですけど、でもみんなすごい一生懸命で、私も頑張らなきゃなって思って。いや真面目だ。そうや